お久しぶりです。命列者、司会の三千号です。って、命列者をサボっててごめんなさいと、お知らせがあります。私も来月で、この世を去ることになりました。詳しく言えば、私は11月23日で死にます。私の説明なんぞしてたら長くなるので少しだけ目を。私なんぞまだ死なないと思ってました。なぜかといえば、神敗者候補がいたからです。の名が3024号と3202号。私より全般検査期限日が近いですし、何より未更新者なんでね。短いお話でした。次の命列者は今週には仕上げたいと思っております。私も先が見えてしまったので取るなら今のうち。視聴ありがとうございました。ここからは私、6000系列もおまけです。んな6000系は嫌だ。ペンタグラフをシングルアームからひし形に変更。連結器を変更し、3000系、5000系に対応。点灯車のドアを2箇所に変更。これにより窓大型化。そして、側面の3用のステッカーを撤去です。いかがでしたか？車両が新しいのに見た目が古く見えますねわら。私がデビューして、行って古い方がなくなってるようですね。はこのあたりで、ご視聴ありがとうございました。お待たせしました。発車します。ドリアを閉めます。ご注意ください。4番線の電車。